ピオキングです。はいどうもピオキングです。ピッ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 いや全然ピが言えないんだよね。っていうのもさっき歯医者に行って右上の歯をね治療したばっかりなんですよ。で今ねその麻酔が効いた状態だからピが言いにくいんだよね。めちゃくちゃピ今みたいにブーっていう音がどうしても出ちゃうの。ちょっと申し訳ないんですけど今日も一発マリオとトロールコースやっていきますか。で今日の一発マリオ、実況者様このコースを面白く実況してくれる方いないですか。全然そんなこと考えてなかったということでちょっと読み直すね。実況者様このコースを面白く実況してくれないかしらということでこのコース早速やっていきましょう。チャレンジ数313回チャレンジしてるのにまだ1人しかクリアしてないこの難しさで、この方のコースね、いつものこたんっていう方がねベストタイム取ってるんですよ。こののこたんね相当上手いと思うんだよね。いろんな鬼畜コースをね結構クリアしてってるもんね。え、スーパーマリオのままゴール、え、隠しブロックはないよね。まあ当選ないと思うんだけど、この音符からスーパーマリオが出てくるのかな、どうなんだろう。うわ出てきたよ。うわどうやって飛んだろうあのキノコ。ちょっとヒップドロップで取れないか試してみるね。あっやっぱ取れないよね。あー分かった、この下から続きして上にキノコ出せっていう感じでしょ。なんで一旦下降りてみようか。うわちょっと難しいぞこれ下降りるの。あほらほらこういう感じでしょあの針の下にね壁があるんだよね。だからこれどうやって上に上がるんだろうね。そっからとりあえず下から叩いてみるね。こういう感じ。いや待ってでっかきゴールじゃんけ、誰か助けてこれ上に上がるのがめっちゃむず。この下に降りるのさえね結構至難の技なんだよな。このオープンブロックがね普通のブロックだったら結構簡単だったかもしれないで、ね、よし来た。こっからだね、こっから助けてのこたん、のこたん力をちょうだい僕マジむずいよこれ。どうしよう。これなんとかやってるんだけどキノコを取った状態で多分上に上がれないんだよね。なんでキノコを出したら速攻上に上がらないけんのやないんかな。ちょっともう一回やってみるね。いや違うの、こっから上がれないの。ねえ教えてよユウトこれもうキノコを取るときにカメちゃんしとかないけんっぽいんだよね。やったやっぱあってたね。どうもありがとうございました。はいそれじゃあ次のトロールコースはこのコース、みーちゃんリゼットトリックフォレスト全然意味わかんないですね。とりあえずトリックな森っていうことでしょう。そしてサムネを見てください皆さん、夜のメカクッパいるでしょう。きっとビーム出してくるよ。っていうことで今日の目標、あのビームを避けます。あのビームを避けたら高評価ください皆さん避けれなかったらバッド評価でいいよごめんなさい嘘です、どっちも高評価ください。さあそれじゃあ始めていきますか。まず右にカキ棒がいるね。今回ね初見殺しなかったね。じゃあこのカキ棒倒しますで下に行ってみようか。あ下は何もないのか。じゃあこのハテナブロック叩きます。どうなる。あら何もならんね。あそれじゃあここは右に行って一旦左に置けます。そういう感じでしょ。そして P スイッチがあるね、これを踏んでおかなくちゃいけない。そういう感じ。あそれじゃあこのメットは一旦左に避けておくでしょう。そして次のメットも左に避ける。こういう感じでいいね。そして左下かこれもいけないパターンでしょ。右上の土管入れないから頼む。あこっちが正解っていうパターンありえるよ。ちょっと待ってこれまずいんじゃないの、今の絶対火出るよね。もうダメそんじゃここは右のメットも左に避けて踏んでおく、これが正解なんじゃないの。そして下に行くパターンだね。さあ行きましょう。なんか聞こえる、まずい、波乗り危ねえ、いやこれもう引っかかっちゃうやんかじゃあここは下に降りた瞬間右にダッシュだね。あいつが来る前にあふうんうわこっちで合ってるのかな、合ってるっぽいね。魚には引っかかりませんよ、大丈夫です。さあ次のドアに入っていきましょう。ここでキノコがある。キノコとキノコは取れないね。あれに乗っていかないかんの、今右にね砲台がさあの動いてたんだよね。あれに乗っていかないパターンでしょ。でも僕がいなればあの右下のツタ伝わりますよ。ほう
それじゃあすぐに右の砲台に渡ってこの砲台に身を任せる。これで大丈夫。絶対こっちまずいやつだ。うわ、どういう死に耐久だこれ。死に耐久だよね。なるほど、こうしゃがしゃっていけっていう感じじゃないのかな。これ簡単なんじゃない。これほらすぐいけるよ、見てて、ほら。ただちょっとめんどくさいなこれ。この右の窓にも引っかかったらダメっていうことだね。これは難しいんじゃないかな。いやでも負けないよ、死に耐久はね。数々の死に耐久をやってきてるからね僕も。それじゃあこの砲台に乗ったらすぐ右に行こう。ここが正解。右上から、どっちなんだろう。頼む、下で合っててくれ。15位なんていらねえんだよ。頼む、なんか来た。いや今のメカクッパはちょっとなしでいいかな。評価につながるのはなしでいいですかね。タイマン勝負を張った時にあの勝負を決めて、みんなが。じゃあここは絶対叩くよ。この隠しブロックあるよ絶対。ほら分かってるんだって。でもそっちが罠でしょ。こっちが正解っていうパターンありえるよ。でも最近ね思うことがあるんだよね。イケボ出したいなって思って。なんかいつもさ、魚とかさ、石親父とか言ってるじゃん。それイケボで出したらさ、かっけんじゃねみたいな。例えばよ、魚。全然興味ないかった。普通にイケボかった。登れよ早くこのブロックを。ジャンプ。あーマジで登れない。これジャンプして走ってジャンプかな、そういう感じだね。そしてオンオフで、うわ左上って書いてるね。左上行ってみます。あー危ねー。バレを仕掛けてやがりました。じゃああのマスターソードは多分取らなくちゃいけないと思うんだよな。でも一旦ここ下行ってみようか。避けました、ギター。マリオがどこにいるかわかる、みんな。ほぼ一緒じゃない色。じゃあここでマスターソードが出るね。そういう感じでしょ。そして右上に、あ、いけないね。でもピンポン言われたもんな。こっち違うのか。じゃあ一旦このまま下に行ってみるね。どっかの方入っていきます。さあここでサンボが来る前にこのハテナブロック叩く。いや大丈夫、ここに逃げる。うまい。めっちゃうまくなかった今ので。ここで、うわなんかどっか入ってったよ。合ってんじゃない。知りたい耐久ポイントこれは。大丈夫これ、なんでキノコ、キッチー。これえ連打する感じかな、ここ。あ上に行けるね。ちょっと上行ってみていい。上なんかあるんだろう。デカキノコがあるのか。このデカキノコを取ってどうするんだろう。ここにあるじゃんか、針が。ありがてえ。それじゃあ上はダメっぽかったんで、この扉入っていく。こっちが正解。あーこっちで正解っぽいな。上に上がれるのかな。上がれるね。じゃああそこでクリボンを踏んで右上に上がる感じか。それで行ってみよう。矢印信じます。なんで違うキャラクターになってんの。USA キノコになってたんで、右上の方にジャンプすると見せかけるじゃん。抜くんじゃないのこれ。すぐ抜きます。一緒に閉じ込め。ラメだねクリボン。あでもさ、キノコ取んなって書いてるね。じゃあドッスンに一旦乗らなきゃいけないんじゃないのね。こういう感じで一旦チビになっておいて右上に行く。それで合ってるんじゃないのかな。ほらこうじゃないと。いけースーパーボールフラワー、海の彼方までレッツゴー。じゃあここスーパーボールフラワーも気をつけなきゃいけないっていうことだね。すぐ右に行く感じでしょ。さあ危ねえ。あー危ねえ。これ絶対罠でしょ。罠と見せかけて罠じゃない。噛んでしまったけど、こっちが正解。頼む、なんでこんなとこで襲えんだよ。もう嫌だ、もうこれもう一回、もうまたスタートからやり直し期間やんか。今度は自力でせんってか、もう中間ポイント取ってるからね。これさ、なんかありそうじゃない、あのあれが、攻略法が。ちょっと見つけ出すよ。見つけ出してみんながトロールやった時に、うわピヨキングの教えの通りにやったらすぐ行けたみたいな、そういう。わかりました、ごめんなさい、嘘です。適当やってたらいけました。それじゃあここは右に走っててジャンプ。これで大丈夫だね。そしてドアに入っていきましょう。なんもない。すげえ怪しいんだけど、ここら辺のブロックなんもないよね。じゃあドアに入っていきます。さてここはリンクを取る感じだね。きっとこれを取って右に行く感じか。
うわ違う、待ってこいつはまずいんじゃないの。これ右で蹴ってみる。あ危ないリンクなくしちゃった。あでもリンクあったら、ここで救済措置ありました。知能って書いてるけどいけないのかな。一旦さここで爆弾でさ壊してってみる、このブロック。そしたらなんか変わるんじゃないの。あのなんかさ左下にさらにブロックあるじゃん、あそこに何かあるんじゃないのかな。ここが怪しいんだよな。なんだと思う、みんなやられると思うでしょ。じゃあここはすぐ右下に行く、こっちが正解でしょきっと。ここが開く、そしてこのドッカーに入る。あぶね、あのテレサあんな早く出てくるの。ゴーバック、どうだろう、これ嘘の可能性あるよね。先気になるよね。でもゴーバックインドアって書いてました。じゃあドアに戻りましょう。絶対何かいるでしょここに。あいないね、戻してくれるの。でもテレサいるんじゃないの。いないいないいない、早く左に、やったドアに帰れました。こっちが正解でしょ。来ました、こっちで土管に行けるんだね。さあ次に進んでいきましょう。さっさっさっさ進むよ、ここで悔しい、今のめっちゃ悔しい。それじゃあ戻ってきました、この土管に入って、今度は落ちんようにするね。はだー、じゃあここはどっち、右上行ってみる。右上行きます、そしてすぐ右、多分これで合ってんじゃないかな。中間ポイントは欲しいけど、下が正解だったからこのまま左行ったらスイッチ。うわすげえ怪しい、どうなる。次は右下に行ってみようか。右下のあのピンクコイン取ります。うわなんかいけねえ、待ってこれ取らないといけないでしょ、あぶねじゃあ B を踏んですぐ右に行く感じだね。さあ右に走っていきましょう、ジャンプ、これが正解だね。きっとこれで中間ポイントが取れる感じでしょ。さあ来ました、え待ってこっから中間じゃねえや、こっからピンクコインのコース始まりみたいな。嘘でしょ、めっちゃ長いんじゃないの。ちょっと待ってね、このままもうじゃねえんだよ。じゃあ次は右下行ってみるよ、この下行ける感じでしょ、頼む。いややっぱ行けたね、でこのまま右に渡っていく感じだね。次は落ちんようにこっからジャンプしよっか、はい、いやこれで渡れたね。さてここはもうジャンプするしかないよね。右パックいる、いやパックやられないから、やられて、やったえピンクコインコースかと思ったらこれで終わりなんだ。こっからマジでねピンクコインをね 4,5 枚集める感じと思ったんですけど、見事騙されたね。それじゃあ今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。